どうも、CD ファンクです。どうもだぜ。今回も抜群のツーリング日和です。峠は楽しいぜ。いやいや、うおお、落ち着け。オラ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 コラ、うなるマフラー。我が口神社へ参拝に行くんですよ。あ、そうだった。我が口も久しぶりだな。ですね。しかし参拝ってなぜだ。日頃の感謝の気持ちをお伝えするためですよ。そうだな。バイクに乗れることを感謝しないとな。まあ、はい、そうですね。歯切れ悪いな。バードラインですね。絶好の天気なのにバイクはいないな。車も県外ナンバーはほとんどいないですね。キャンプ場もあるのにな。例年この時期は混み合っていますよね。うん、やっぱり戸隠の神様にコロナ収束をお願いするしかないか。今回は戸隠駐車ですから知恵の神様ですよ。重い金の御事だな。知恵をいただきましょう。だな。お蕎麦屋さんは営業しているな。戸隠と言ったら蕎麦ですからね。その蕎麦とまた違っていいよな。それぞれの地域でいろいろ特徴がありますね。蕎麦店は何？あれは神聖なる戸隠山じゃない。いいですね。二人だけでツーリングに行って。なんなんだ、お前ら。戸隠神社に連れて行くのじゃ。私も。今回は参拝がメインだぞ。まあまあ、戸隠の神様にご挨拶じゃ。やかましい。戸隠は新域に近いだけあって気持ちよいのう。そうですね、エンジンもなんとなく調子がいいです。ほう、御社のうち、どこを参拝するのじゃ。駐車に行きます。承知。また実態を差し置いて登場か。だって、実態の方が最近おかしいんです。どうした？ヘルメットしてピアノ弾いてるんです。ヘルメット、ピアノ、何それ？だからお払いに。よくわからないが、神社巡りした方がいいんじゃないか。お願いします。よし、わかった。次のツーリングは諏訪の神様のところに行こう。やったー。もうすぐ駐車じゃな。はい、私は中に入れませんので、あとはよろしくお願いします。うむ、任せるのじゃ。あれ、正面の鳥居がありませんね。建て替えみたいだな。ですね。しかし、ヘルメットピアノか。気になります。気になるな。説明欄にリンク貼っておきますね。そうなの、もはや何でもありだな。任せなさい。いや、さて到着のようじゃな。そうですね、お主、大丈夫なのか。え、神域じゃぞ。問題ありません。ほう、出しゃばるのは良いが、神様にも都合があると思うが。絶対大丈夫です。妖魔じゃろ。違います。では私は、お留守番しています。頼む。鳥居をくぐれば神域じゃぞ。あれ？どうした？なんか鳥居に近づけないです。どういうことだ？やはりな、なんか薄くなってきてます。一礼して、じゃな。入るぞ。ちょっと待ってください。鳥居せず待っておれ。あーれー、消える消える。消えた。当然じゃな、神域じゃから魔の者は、消滅するのじゃ。何それ、怖い。鳥居をくぐると別世界じゃな。そうだな、今度はおっちゃも行きたいな。友人がいるぞ。クズ竜の狼、だな。そうじゃ、ちなみに駐車の奥にも、友人の滝があるのじゃ。行くぞ。本殿の前に立派な御神木があるのう。触ってはいけないよな。そうじゃ、それより、しっかりと参拝するのじゃ。そうだな、まずはご挨拶だな。そうじゃ。本殿の奥に滝があるじゃろ。ここだな。清涼な水が流れておる。本当だ。流れ落ちる水の奇跡が、竜に見える。言われてみれば。
地神社は数々の伝説もあるからのー。そうなの。パワースポットというより聖域じゃな。確かにとても心が落ち着く気がする。それとご神木じゃ。まっすぐで生命力が溢れているな。じゃろ、触れるまでもないのー。確かにな。帰りなさい。どうでしたか？なんか気持ちが晴れ晴れした。そうじゃな。しっかりと感謝の気持ちを伝えてきたぞ。よかったですね。友人にも会えたと思うぞ。そうだな。それはそれは。あれ、ファントムさんがいませんか？消えた。なんと、結界に阻まれ消滅したのじゃ。なんてこと。ま、しょうがない。汚れの塊じゃからのう。そのうち復活しますよね。わからぬ。そうですか。さて、ワードラインを楽しむか。切り替えが早いのう。そうですね。お主もか。はい、それでは新緑のバードラインを楽しみます。そうだな、また機会があればオフ社も行こう。じゃな。最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとう。ありがとうなのじゃ。